どうも、ジョナオです。どうも、ジョナオです。キムジョンです。はい、というわけでですね、はい、なんとここにいる3人中僕以外の2人はなんとあの名古屋大学に受かっております。何度も何度も蹴落とされてるわけなんですけども、まあ正直そんな大学で、ね、大学で習うような数学とか物理なんて、はい、社会に入って使わないわけなんですよ。まあそうですか。使いませんか。使わない、はっきり言って。まあコラッツ予想使いませんか。はい、コラッツ予想絶対使わない。421でも使わないですか。絶対使うわけない。絶対伝わってんし、マップスギブラの手使いません。もちろん使いません。今誰も分かってません。でもあなた方には弱点があります。あなた方には、はい、それが小学校の知識覚えてますかっていう。で、俺とお前らが違うところは、はいはい、幼少期にそこで虫取りとか草とか集めてるとこなんよね。俺プラレールやわ。でしょ。で電気やろお前。電気レゴブロックです。レゴやろ。で建築となんかまあ物理みたいなのしてるけど、はいはい、根本大事なのって身の回りの生き物とか。というわけで今回の企画は、はい、理系ならこの本にツッコミできるでしょう。この本にはですね、まあ小学校で習った知識をもとに、例えば花の絵とかがあって、この花のどっかがおかしいです、どこがおかしいでしょう、はい、これに対してマジレスできますかというのがこの本のまあ画期的なところなんですけども、でこの中で、はい、今回トップだった人は、はい、来年の模試受験プラス40点のアドバンテージ。じゃあ最下位の人は70入試模試。あ、オッケーオッケー、わかりました、わかりました、余裕っす、余裕っす。というわけでじゃあ、はい、やってみましょう。はい、メイクってます、オーイズ三日月も。では第1問いきます。はい、はい、でるん、こちらです。ホットコーラが完成しました。はい、お70度まで熱して、はい、熱々シュワシュワの状態で召し上がってください。おー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 でもそんなのってありえないよね。で今回ツッコミ入れるんですよね。ツッコミだからこれに対してツッコミを、これボケでしょ。だからあ、これだから大阪人試験ではある。大阪人試験ではある。そう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 。せーの、ドン。おいお前 CO2 その温度で水の中溶けてるわけねえだろ。やから、もう超正論。はい、これいや1気圧ちゃうんかい。温度が高くなると溶解度が下がるのでシワシワにならない。ツッコミでマジレス、ツッコミマジレス、ツッコミマジレス、マジレスおじさん。簡単と、はいはいはい、まあ要は、あの温度が高いと作れませんよ。そういうことじゃないですか。普通に溶解度の問題ですよね。皆さん正解でございます。おいこれ正解、これ正解、これ正解、これをもし実現するならば。あーなるほど、ピアスとか。そうそう、あーなるほどね。こう、こうの人のチャンスやったら、お前一番すごい答えよ。じゃツッコミ理科なんで、ツッコミにもポイントあげますか。おー、はいはいはい、おー、確かに、はいはい、関西人の違い。そうすると、じゃあ、花尾さんがプラス1点ですかね。やった、おー、これでもこうだ、このツッコミこうだよ。なるほど。ツッコミで言っとくと、ホットコーラなんてただの甘いお湯じゃんっていう。うまい、ちょっとホットコーラ、あー甘いお湯じゃん、そういうことか。いや、カラメルソースとかも入ってるから甘い水溶けようすぎて、ちょっとまあまだや、やや、やや、すぐ判例探すのが悪い人の癖です。やや、やや、やや、水に対して H2O と思ってることがもう高校生なんですよ。確かに、確かに。続いての問題はこちらです。人が木のつるでターザンごっこみたいにしてると、この絵の中でおかしいとこを探した。ほうほうほう、あれ、皆さんペンが動きませんね。いや、まあ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 、はい、じゃあ、レンガさんどうぞ。わかりました、はい。そんなスマブラの二段ジャンプみたいなことできねえよ、長野誠氏アルメイシ。待って、発想一緒だった。僕はちょっとワンピース的な感じで、地味にゲッポすな。地味にゲッポすな。ゲッポってあのあれです、サンジとかやってる空中空気を蹴るっていう。そうそうそう、はいはいはい、延直なんで、はいはい、そもそもあの力のね、こうあれがその瞬間に離したら、はい、絶対上方向は絶対ないんですよね。いや、上方向は無理やと、絶対無理やから、はい、こちら。いや、何やりつかで手離したら、それ以上生きる力上がるわけないやん。お前はまだ高校生入ってるぞ。いや、お前まだ脱却できてない。高校生だって工藤新入ってるよ。お前脱却できてない。俺わざとわざさ、その位置エネルギーとかも一瞬泳ぎたけど、わざわざスマブラに置き換えてるから。僕、小学校の頃から1年生とか大好きだった。あ、小学校の頃から僕、花さんの動画見てたんで。やってねえよ、そんなことねえよ。その頃、その頃、まだこの、その頃、ヨット部の部室にまだ絵描いてた頃。
皆さん、正解でございます。軌道的にはこうって、こう、多分こう、こうぐらい。だからあれ、サスケの選手とかやったらいけるよ。長野誠めちゃめちゃいいよ長野誠やったらいけるよね、これ。長野誠はできるよ、空中ジャンプ。あれやったらできると思う。というわけで、はい、1コインポイントは電眼さんです。よし、おー来ました。やっぱりね、この二段ツッコミと言いますか、この長野誠じゃありません、なる悪名詞っていう、ここまで入れちゃうっていう。綺麗もんだ、こちら。月の出が見られるなんてラッキー。明日も同じ時刻にここへ来て月の出を見るぞ。月の出、まあ日の出のね、月の出。ああ、月の出っていうの。誰この二人っていう、なんか右なんなんだ、人間じゃないよ。フリー素材感すごいわ。フリー素材感しかもこれ多分さ、富士山みたいなものを意識してるんだと思うけど、ビル高すぎるっていうツッコミ一応入れとく。いや、そうだ遠近感、遠近感を入れてあげたからそれもやお前すごい。そんなこと言ったらね、鳥と太陽同じ大きさですからね。そりゃそう。そんなこと言ったって、あの女の人一番ほらついてへんやろって。しかも、あの女の人、お前目の中全部水晶だよ。てか、窓がさ、なんで途中で終わったみたいな感じにならへん。早く答えねえ。小学校高学年の作りかな、でも。なぁ、俺でも小1でもいけるな、僕、中学校2年生ぐらいなんですよ。なんでやねん。じゃあちょっとずつね、お前だけまだ全然帰ってこれてない。僕の回答はこちら、はい、毎日同じ時刻に月が出ている。もしかしたら俺たちは時空の狭間に置き去りにされたのかもしれない。意味が分からへん。いやいやツッコミじゃないやん。登場人物のなんか感想やん。分かった、中学2年生。あ、そういうこと。中2年。あ、そういうことです。そういうことか。中2、そういうことか。中2秒はね、はい、あ、まあ、これは1本、まあ、確かに。そっか、確かにこれそういうことか。はい、次行きましょう。あ、まあ次行きましょう。俺はマコなら降格なっていう感じで。守りに入ってる。守りに入んなって。お前全然やろ。お前は体性格的に月を乳首に見立ててやらしいもの作って、あわよくばこの後ワンチャンとか狙ってんじゃん。でもこういうことだと思うんですよね、普通に。お前明日は違う時刻に月出てくるよ、バカじゃねえのみたいな。お前が正解の可能性一応あるよ、別に。いやでもこれ生物の問題の可能性もあるから、ね、あります、ね、生物って生物の違うみたい。電眼さんの君正解。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。まあこうでしょう、多分。ツッコミ例は、はい、明日は約50分後に来ないと見られないよ。それは、まあ、そうだね、怖すぎる。まあああ、それどういう計算するんやっけ。ちなみに、こいつプレーリードッグらしいですけど、プレーリードッグ、犬じゃないってことだけ言ってる。犬じゃないんか。リスの仲間らしいです。通りで、確かに耳の立て具合が微妙なよ、確かに。犬と比べて。ミーアキャットは猫なんですか。違うんじゃないですか。左側。ちなみに、今全問正解、うん、俺1問外れてる、うん、でも、ツッコミ点とかありますから、全然。そう、ツッコミ点あるからね。4問、こちらです。おうわ、じゃがいもね、ちょっと放置してたら、はい、根っことね、芽がね、出てきちゃいました。しかしこれ、こちら、何かが間違っております。いやちょっと、これ難しい。これは、まあ絵が間違ってるので、正しい絵を描いてください。いや、無理やって、お前舐めんなって。はい、ここで絵が来ましたよ。いや、無理やって、お前舐めんなって、お前。なんか俺、ちょっと、奈良中域の未来ちょっと見えた。じゃあ、キムさんから行きます。はい。もう、お前外れてる前提っていう扱われ方ですけど。まあ、そうやね、今の。僕は、これですね、メガイモっていうのはそもそも根っこだよっていうので、目だけちょっと配置します。なるほど。はい、なるほど。はい、なるほど。なるほど。なるほど。ジョガイモは根なので、そんな根は出ません。あと、目にはソラニンという有害物質が含まれているから、気をつけようね。以上。じゃあ、優等生の田賀君、行ってみようか。はい、それさつまいもやで。じゃがいも感きましたね。それはさつまいもやでって。これはでも当ててたいな。はい、じゃあ答え発表しますね。はい、じゃがいもの根と芽は同じくぼみから出ます。マジ？マジで？マジで。え、じゃあ俺やん。いや、違います。でもみんな見えてないやな、俺が自分の名前をここに投影してるって。メガ D になってるっていう。そこから、メガ D になってる。お前だ。ああ。
早押し早押し早押しでいこう、早押しでいこう、じゃあいきます。はい、はい、電車が急停車しました。いや、ちょっと待って、無理やつ、あの倒れる方向って時間のかかる方向が逆です。正解。最下位は、天眼さんでーす。イエーイ、今ので決まったのはちょっと納得できんな。早押しだね。まあまあまあ早押しやけど、まあええよ、受けますわ。じゃあいつあるんか知らんけど、受けてくるわ。これで、まあ小学生でそれでおじさんいるみたいな。いや、やばい、やばいやばいな、それほんまに。